みんなとそして先生たちと楽しいハンドボールができたかなと思います。フィジカルありますから、ディフェンスの強さですかね。副キャプテンですからね、やはり精神的なところもしっかりまとめていったと、そういう選手だと思います。レオは明るい性格で、本当にチームの雰囲気が悪い時も一人で声出してチームを盛り上げてくれたり、ディフェンスではやっぱ真ん中でハードワーク、体張って守ってくれてるプレイヤーだと思います。コートの外では明るくてちょっと抜けているところがあるっていうか、そういうところが好きです。去年負けてるので、その分優勝への気持ちっていうのは強いです。
素直に今は嬉しいっていう気持ちと、まず切り替えて明日のために準備していこうかなと思います。高校から同じの安井らが海外でやってるんで、そいつがいない分、僕らだけで絶対勝ってやろうって思って挑んだインカレです。絶対に優勝して、松井先生を胴上げできるように頑張りたいと思います。やっぱり中央大学と戦うにあたってディフェンスが鍵になってくると思ってたんで、僕がディフェンスで盛り上げて絶対に勝とうという気持ちでディフェンスやってました。
僕も延長になるとは思ってなかったんですけど、やっぱりその分僕らも走り込んできているので、やっぱりその体力面という部分では絶対に負けないかなと思ってました。まず負けたっていう実感が湧かなくて、もう頭がずっと真っ白な状態で、そうですね、もう何も考えられなかったですね。まあ、悔しいの一言なんですけど、まあ、でも4年間、やってきたことを出せたので、まあ、悔いはないかなと思います。まあ、いろいろ大会もコロナの影響でなかったりした部分はあったんですけど、こう日体大に入ってきてみんなと、そして先生たちと楽しいハンドボールができたかなと思います。卒業後は、まあ、日本リーグ行くので、まず当たり負けない体を作って日本リーグをもっと盛り上げていけたらなと思います。4年間チームメイトしてとやってきて、次は対戦相手になるんで、本当に試合するのがとても楽しみです。いつかは日本代表に2人とも入って、また真ん中2人で守れたらいいなって思ってます。
で彼はディフェンスのリーダーですから、特にね、ちょっとよく今日頑張ってくれたと思いますよ、4年間、一生懸命やってくれました。もうそのために日体大にまず4年間鍛えて、でさらに上を目指してっていう、そういう形でうち来ましたんでね、日体大に。ぜひ頑張ってもらいたいなと思ってます。日本リーグで実力をつけて、ゆくゆくは日本代表に選出されるような選手を目標として頑張っていきたいと思います。